夜桜は厚着をしないと風邪ひくよ。はい、ということでね、今日は超簡単でも綺麗、そんなね、この夜桜ライトを作りたいと思います。捨てればゴミ、分ければ資源、素材にするなら宝物、謝りゃごめん、夢ならば無限、そんな心が宝物。今回の材料はですね、とてもシンプルです。まずは空箱ですね。こちら今回はね、100円ショップで買ってきたやつなんですけども、皆さんはね、お菓子の空き箱でも何でも OK です。まあ大きさ的にはですね、拳が、握り拳がね、入るぐらいの大きさのもの、こちらをおすすめします。でそれから LED ライト、こちらはですね、100円ショップで買ってきたんですけども、今便利ですね。ちょっとバラしちゃってますけども、ですね、こうやってカチッと押すと、よいしょ、自動でですね、これ色変わってくれるんですよ。こういう感じですごい便利ですね。こんなんが100円で買えちゃうとは、いい時代になったものだと、某ね、北斗の拳の悪役じゃないですけど、そんなことね、言いたくなりますが、それは置いときまして、ですね、続きましてこちら和紙ですね。和紙じゃなくても、ですね、紙なんでもいいです。薄い紙、トレーシングペーパーとかあるとですね、後ろから結局ですね、このライトを後ろからこう照らして使いますので、ですね、薄めの紙の方がおすすめですね。で和紙の方は100円ショップのですね、パソコンコーナーに行くと売ってます。あとはね、障子紙、障子をね、貼り替えた時に余ったやつとか、そういうものでも OK です。はい、今回はね、道具も、至ってシンプルです。まずはハサミ、カッター、消しゴム、鉛筆、それからセロハンテープ、そして定規、まあ今回はね、こんな長くなくてもいいです。15センチぐらいのものがあれば OK です。はい、それではね、早速作っていきます。まずはですね、この空き箱ですね。空き箱の蓋、まあ蓋がなければですね、どっか一つ面を決めていただければ OK なんですけども、蓋の部分にですね、まずは、イラストをね、描きます。で今回は、カッターで切り抜くので、あんまり複雑にすると、まあね、工作が得意な子は複雑にしてもらってもいいんですけども、まあシンプルなね、やつがいいかと思います。今回は桜にしますけども、皆さんは星でもいいですし、ハートでもいいですし、まあね、好きなイラストをね、まずはここに描いていきましょう。というわけでですね、今回はちょっとね、桜の絵を描いてみました。そしたらですね、この黒い、マークのね、ところに従ってカッターでね、切っていってください。これね、厚みのあるやつとかは特にちょっとね、力いりますし、カッター使うんでね、お家の人とね、必ず一緒に、やってください。はい、頑張ってね、切るとこういう感じです。なんかね、お茶の箱の蓋みたいですよね。でもしね、ここにバリっていうかですね、切ったクズとかついてれば、そういうものはね、ちゃんと切り落としてください。後でね、綺麗に見えなくなっちゃうんで、こういうとこですね、こういうところはちゃんと、落としてください。そうしましたら、この裏にですね、和紙を貼っていきます。でこのね、和紙というか、まあ何の紙でもいいんですけども、これをですね、ここの大きさに合わせてハサミとかでね、まずは切っちゃってください。紙をね、大きさを合わせるとこういう感じでね、ぴったりはまる感じにしてください。そしたらですね、端っこをですね、セロハンテープで剥がれないようにね、留めてください。ですね、ここの
穴開けたところにですねテープが被ると裏からテープが見えてしまいますので被らないようにね気をつけてください。場合によってはですねあの糊あのこれぴったりに作ってれば糊でもつけられますので糊をね使って貼っても OK です。はい、こういう感じでね紙を貼れば OK です。そしたらですね最後にこちらのねランプを、箱の中に入れてこれをねかぶせれば完成です。はい、完成はねしましたけどもちょっとね見づらいので、部屋のね電気消します。はい、見やすくするとねこういう感じです。グラデーションがかかってねこういう風に、色がね変わってちょっと風流残暑という感じですね。はい、箱はねこう寝かして使うときはいいんですけども、もしねこうやって立てて使いたいという場合はランプがですねこうやって下に落っこっちゃうので両面テープを使いたいところなんですけども、両スイッチがねここにあるんで両面テープでくっついちゃうともうオンオフできなくなっちゃうので、こういうねマグネットの、テープですねこちらを使います。はい、電池交換のね蓋塞がっちゃいましたけども、まあ電池交換するときに剥がすとしましょう。でねこういうマグネットテープを使ってまあだいたいね真ん中ら辺にギュッギュッと押し込みます。これで OK ですね。これで付け外しできます。はい、こういう状態になればこれをねこう立てても問題ありませんということになります。ということでね、今日はこの夜桜ライトを作ったわけなんですけども、まあ最初にね言った通り、皆さんのね好きな形、星でもハートでも、好きな形でやってもらえば OK です。これはね、結構簡単に作れますので、夏休みのね最終日にああしまった宿題やってないなんてね時なんかにも重宝するかと思いますので、ぜひね、作り方、覚えておいてください。それではみんなも作ってミルフィーユ、またねー。